はい、どうも覆面ぼっちです。やっほい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、もうつい先日まで、全集中展グッズ開封ね、第4部までねお届けさせていただきましたけれども、私のね、開封劇、あ、劇じゃないや開封のね儀はまだまだ続きます。ボン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 ね、いろんなグッズが届いております。9月21日着で届いたグッズがあるんですよって言ってた、こちらのグッズを開封していこうかなと思ってるんで、次から次へとっていうね、もうすんごい、もうこんな届いた段ボールがタワーになって、もうそれで家建ててれちゃうぐらい感じになっちゃってますけれども、パン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 とね、こう立て続けに送れるかどうかっていうところはね、ごめんなさい、そこはちょっと保証はできないんですけれども、鬼滅の、魅力をねグッズを通して届けできたらなと思いますので、そちらも方も楽しみにしていただけたらと思います。ということでね、何回もごめんなさいね、全集中展にこう行ってからね、やっぱりこう、やっぱイベントっていいよねっていうところです。長えな話だから、意外にね、僕ね、動画配信の時と、まあ、実生活というかね、こうね、社会生活をこうね、暮らしていく中で、全然違いますねって言われるんですけど、あ、そりゃそうだもん、当たり前だもの。でも別に演じてるわけでもないですしね、だから、ね、だから、ね、だから、もう喋りすぎて、もう今多分喉が喋るなって、もうなんか今合図出してるんだと思うんですけど、早速、この梱包、紙を取りました。あ、はい、こちら皆さんも見覚えがあるかと思うんですけれども、鬼滅の刃とスカイラークさんのコラボイベントで展開されていたグッズが、アニプレックスさんでもね受注販売されることとなっておりまして、めっちゃシビアだから、もうこれぐらい言っとかないとコンプリートできないと思って、たくさんねお迎えさせていただいておりますけれども、パッケージがツルツルでね、なかなか全部ちょっと持ってないんですけれども、コンプするのかどうか、あ、ごめんなさい。ということで、今からランダムグッズの開封をしていこうと思うんですけれども、はい、目の前にねバババババンと並んでおりますのは、現地でねガチャガチャ回してきてゲットしてきた全8キャラのアクキーになります。もう本当にね書き下ろしめっちゃ可愛いんですけれども、爆食動画をね撮影させていただいておりますので、その様子はねまた動画で見ていただけたらなと思いますし、レビューをしたっていうことはしてなかったので、改めて今回の書き下ろしのねキャラクターたちを見ていこうかなと思っておりますね。まずじゃあちょっとパッケージの方を見ていきたいと思います。ミニキャラちゃんのアクスタとなっております。まあ大きさもねどれぐらいの感じかなと思うので、アクキーと比較もしてみたいかなと思うんですけれども、はい、今回登場しているのは炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、義勇さん、忍、無一郎くん、みつりちゃんの全8種のラインナップとなっております。12袋お迎えさせていただいております。結構ね微妙というのもね、アニプレックスさんから販売しているのは、おそらくコンプしたいってなったらラインナップ数の倍はいかないといけないっていうね、僕なりの法則が最近できまして、そちらもまた動画で見ていただければと思うんですけれども、本来だったらねスカイラークさんのオンラインショップとかでなんかこう展開してくれたらなと思うんですけど、アニプレックスさん経由なんでめちゃめちゃね怖いんですけれども、一袋目もう可愛いミニキャラちゃんたちに出会いたいので開封させていただきたいと思います。さあいきます。どんな感じに入ってるのかな。一袋目を厚紙に包まれております。いきます。ばかり、お、反対側になってるけれども、これは善逸かな。やべえ、めっちゃおしゃれじゃん。シュ、あー、かわいいね。やべえ、めっちゃいいんですけど。両手でお皿を持ってらっしゃいますけれども、にんまり顔でいい表情をされております。目線もねこちら側に合うような感じで描かれていて、やっぱりミニキャラちゃん特有の可愛らしい描き方をしてくれております。とことこ走ってる、なんかちょっと危なっかしいところもあったりするんですけれども、なんかそういった時のね書き下ろしって比較的慌てふためくような様がね、思い浮かぶ善逸ですけれども、とてもいい感じに描かれております。日輪刀もね帯同しているっていうところで、ここもなかなか面白いなと思います。これバックプリントになっているんですけれども、うん、めちゃめちゃ色の投影具合は綺麗に反映されております。遠巻きから見てもキャラクター絵はしっかり見ることができます。長方形の形になっておりますけれども、鬼滅の刃、吾妻善逸ね、両サイドにはナイフとフォーク、飲食店とのコラボっていう感じがしますけれども、色はねツートンカラーにこうね区分けされて分かれているような感じですけれども、まあイメージカラーも使ってくれていると。まあキャラクターのね、大きさに対して台座がねすごいしっかりできております。安定性もバッチリあるんじゃないかなと思うんですけど、ジャンフェスのねミニキャラちゃんのアクスタに近いようなイメージがありますね。全高台座含めて約 5.5 センチ、
まあ、かなり小さいサイズ感となっておりますけれども、こうして重ね合わせてみてもキャラクターのサイズ感は同じです。サイズ感はこれぐらいなんだねって、まあ、容易にこうイメージしやすいものになっておりますけれども、アクスタの方が濃い色合いとなっております。遠巻きで見ても、うん、キャラクターを損なわないような感じでデザインされている、うん、アクスタの方が個人的には好きかなと思いますし、まあ、しっかり自立するっていうのがね、やっぱりアクスタのいいところかなと思ったりしますけれども、はい、2袋目開けていきたいと思います。そっか、台座で分かってしまうパターンになるっていうことなんで、ちょっと台座はね抜きます。うん、見ないようにしてびっくりしちゃったらごめんなさい。行きます。パカリ。うわー、出た。やべえ、みつるちゃんめっちゃ可愛いんですけど、やったね、よかった、来てくれた。すっごい可愛いんですけども、序盤で来てくれるこの安心感。ホットケーキが乗ったお皿を手のひらに乗せてらっしゃいますけれども、美味しそうみたいなね、もう今にもこう食べたくて仕方がないこうみつるちゃんが描かれておりますね。頬に手を添えた手元、もうらしさ全開でございますけれども、髪の毛はね一定方向にこうなびいているっていうところで、片足を軸にして羽織やスカートのなびきなんかもファッとね横に展開するっていうね、ちょっと高揚感も現れてるような描き方となっております。みつるちゃんも日輪刀を帯同して、もうかわいい、可愛いよね。台座は善逸とのカラーバリエーションとなっております。パンとね華やいだ感じ、ここのねやっぱ濃い色合いがね引き立ててくれている要素にもなってるんじゃないかなと思うんですけれども、めちゃめちゃ可愛い。やっべ、ちょっとさ、この全集中点のランダムの引きの良さがまだ持続している、それに驚きです。はい、では3袋目開けていきたいと思いますね。まだ2キャラ目ですけれども、もう僕は全力なんで台座は抜きます。シュッ、では行きます。あかり、あー出た、やべえ、二人目めっちゃ可愛いんですけど、大満足でございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価、いやすーげえ嬉しい。やばい、かぶりが来ることはもう想定済みですけれども、みつりちゃん二人目は本当にガチでやばい。ありがとうみつりちゃん、ポツさんの元に来たよっていうね、この聞こえない声やばくない？ちょっと後ろを攻めてみましょう。はい、4袋目開けていきたいと思います。序盤で新規のキャラクターが半数ぐらい来てくれればちょっとね、安心できるかなと思うんですけれども、はい、大ダッシュいきます。ばかり、おお、無一郎くん、やっべー、めっちゃ可愛いんですけど、ハイライトがない時の無一郎くんですね。口元もちょっとポカンと開けてらっしゃいますけれども、二重のライン、ここがねかなり特徴的かなと思っていて、くんとね縦方向に上がって真横にこう伸びていくっていうね、きっとねこういう描き方をしてくれることで、無一郎くんのちょっとポーっとしたような表情をまたさらに印象付けてくれるような目元の描き方になってるんじゃないかなと思うんですけれども、軽やかなとことこねこう走っていくようなモーションで描かれておりますけれども、可愛い。台座はカラーバリエーション、たくさんやっぱりお迎えしたいってなった時にはこれぐらいのサイズ感でねこう並べてあげたりすると、そんなに場所も取らないですし、もう何せねもうミニキャラちゃんのね特性がうまくもう生かされたあのアクスタになってるんじゃないかなと思いますのでね、この無一郎くんも見ていただきたいな。本当にね可愛い子だからすーげーいいね。3キャラ来てくれております。4袋目開けていきたいと思います。もう1キャラぐらい違うキャラクターが来てくれたら大ダッシュ、価値格の要素が見えてくるのではないかなと思うんですけれども、はい、では行きます。バカリ、うわー出た、やべえ、三みつるちゃん、やべえ、すげえ可愛いんですけど、嫁爆発しちゃってる。やっぱりさ、ちょっと本当に引きすごいよ。ありがとう、みつるちゃん、本当に嬉しいよ。めっちゃ可愛いんですけど。コンプリート狙ってるとは言いつつも、今のところダブリがすべてみつるちゃんって、こんな展開、なかなかないよ。では、6袋目、開けていきたいと思います。台座、ジュン。台座は見ないようにしないといけないですからね。では、行きます。おー、すげえ、ちょっと待って。嫁爆弾ラッシュ。うわ、こんな展開ある。ちゃ。めっちゃ可愛いです。数々の天使が、世界各国の天使、ごめんなさい、言えてない。舞い降りてきている。すげえ、いや、ありがとう、みつりちゃん。すごい動画になった。7袋目。いや、まだダブリが1個許されますからね。全然大丈夫です。しかもね、みつりちゃんラッシュ。これすごいよ。では行きます。バカリ、おお、炭治郎、いいね、かわいいね。やっぱり元気、はつらつな子だよね。ハンバーグ。もう男の子はもうやっぱりそれだけがっつり食べなきゃねっていう。すっごいいい表情だね。地につけているわけじゃない。こう伸ばしてるような感じなので、ぴょんってこう飛び跳ねてるような、炭治郎をね、描いてくれたんじゃないかなと思います。これもすんごい綺麗な色なんですが、出す。
ですけど、もう黄緑に近いようなね、色合いとなっております。やっぱりこうイメージカラーでね、全て統一してくれるとキャラクターもね、すごい生き生きしてるような感じもしますし、やっぱり動きあるね、このポージングにもやっぱり色っていうのはね、大事なんだなっていうのをね、再認識しましたけれども、めっちゃ可愛い。半数の4キャラ来てくれております。8袋目、ここで新規のキャラクター来てくれればちょっと可能性は見えると思うんですけれども、いきます。ばかり、うお、義勇さん、やべえ、すげえいい。このミニキャラちゃん可愛いね。目元はね、すごいクリクリとした大きな瞳で描かれております。ステーキをこれから食べようとしてらっしゃるのかな、フォークに突き刺してね、持ち上げておりますけれども、前週中点ではこうにっこりした表情を見せてくれた義勇さんですけれども、今までこう親しみのあるというか見慣れてきたこの義勇さんでね、こうミニキャラちゃんを描いてくれてたっていうのはすごいね、嬉しいなと思いますしね、これからまたミニキャラちゃんもね、どういったこう表情で表してくれるのかなっていう期待感も持てますよね。でもすっごい可愛い。体の軸はね、ちょっとこう湾曲したような感じにもなってたりとか、足先はぐんと斜め方向にこう突き出したような感じになっておりますけれども、これはちょっと浮遊したような感じにもなってるのかな。台座はやっぱり皆さんと同じカラーバリエーションで、ブルーのカラーリングめちゃめちゃ綺麗ですね。ちょうどね、瞳のカラーリングとね、こうリンクするようなこの色合いのバランスにもなってるっていうところも僕は気づきました。すごくいい。いつだってこう清涼感を感じさせてくれる義勇さんはね、本当にね、いい。まだ来てないのは、禰豆子、伊之助、忍、3キャラになります。そして残すは4袋だから、ダブリはまだ1個許されます。いやー、ちょっとやっぱりね、ギリギリだよね。怖いから切ろう。まあ、切ってもしょうがないんですけど、9袋目ですかね、開けていきたいと思います。台座見ない。ここまで来ると被りキャラが来る確率は本当に高くなってくるんでね、行きます。ばーかり、うおー、忍来た、やべえ、すげえ熱いんですけど、めちゃめちゃいい。口元はね、結構 V の字ラインの鋭角にこうクンと上がっているような感じだったりするので、にっこり顔みたいな、そういうところにこう近いようなお顔立ちかなと思います。髪の毛のね、揺らぎ方もそうですけれども、やっぱり瞳のカラーリングがすごく綺麗。やっぱこの3層に分かれたね、カラーリング次第で忍のね、内面的な部分っていうのがね、よく現れてると思いますのでね、もしいろんなミニキャラちゃんを持ってらっしゃる方がいたらね、ぜひ見てほしいなと思うんですけれども、こちらはしゃぶしゃぶかな。やっぱりね、このピンクの色合い、これめちゃめちゃ濃い色でね、出してくれてるんで、まあね、それぞれのね、この主体性っていうところがすごく出てるんじゃないかなと思います。太ももの部分をね、こうクロスしたような感じにも描かれております。まあその場でこうちょっと立ってね、クッとポージングを決めてるような忍かなと思うんですけれども、本当にね、書き下ろしのクオリティマジでやばい。まあ下部に来るね、この藤の花の色のにょ藤の花のパンとこう色づいたね、忍が見ることができるんじゃないかなと思います。忍のね、登場はすごい大きいよ。ありがとう。3袋残して6キャラ来てくれております。あとは禰豆子と伊之助。あのね、僕ね、禰豆子がね、来てくれる割合ってね、結構少ないんだよね。伊之助はね、なんか最後の最後でね、ポンって来てくれるイメージなんで、まだまだ期待できるんですけれども、残り3袋だからね、台座は見ない瞬では行きます。シュッ、おー、善逸、かわいいね。ありがとう、善逸。ごめんよ、いろいろなんか言いすぎちゃって出づらいところもあったかもしれないけど、ありがとうね、善逸。コンプしたいという目的はあるんですけれどもね、別にどのキャラクターが来てくれてもいいんですよ。ただもういろんなキャラクターのね、この表情を見たいよっていう気持ちが本当に強いだけでね。いや、だけどね、残り2袋でピンポイントで来るかどうかがね、いや、ちょっと難しくなってきたかなと思います。さあ、では11袋目。いやー、ちょっとね、ここ首の皮1枚つなぎたいところですけれども、禰豆子か伊之助、そこが来てくれないと僕のコンプは立たれます。大座分いきます。シュッ、わー、来てくれた。やっぱり伊之助も最後の最後でやっぱり登場してくれる。言った通りだね。ありがとう、伊之助も本当に好き。いいですね。そう、だから箸の持ち方がね、こうグー握りなんだよね。豪快にこう食べようとしてる。これはとんかつなのかな。いいよね。これからね、ガツ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 食べていくんだろうなと思うとね、もういっぱい食べてって言いたくなりますし、もう来てくれてありがとうっていう思いでいっぱいでございます。眉毛もね、結構鋭角に上がっておりますけれども、口角もね、はい、ここだけクンとね、黙りになって上がっているっていうね、食べ物に対しての高揚感っていう現れじゃないかなっていう、僕なりのね、解釈ですけれども、まあそういった表情にも見えます。筋肉質ではありますけれども、やっぱりミニキャラちゃん特有のちょっとこう丸々としたね感じにも描かれていたりとか、いいよね、自分のこう膝元に持ってくるお皿
野生児たるみたいなね。いいですね。こうどこかにねこう腰掛けてるようなポージングにも見えますけれども、しっかり日輪刀はね二刀流で台頭されております。台座はまたこれも綺麗な蛍光色になっておりますけれども、すっげー可愛い。すごいよね、ほら遠巻きで見てもね、キャラクター絵もさることながら、やっぱりこの台座のね主張性っていうところもねすごい出てるから、やっべー、ちょっとこれは熱い展開でござんす。やべえ、12袋目ラストになります。ここでメズコが来てくれれば、今回のスカイラークコラボさんのランダムアクスタはストレートコンプになります。はい、ここはねキャラクターね、誰が出るのか、出てくるキャラクターも緊張ですよね。もう僕の意気込みは本当にすごいんで。さあでは最後の一キャラいきます。シュー、ネズコ来た、やべえ、ちょっとありがとうありがとうネズコ。すげえ可愛い、やったね、ありがとう。最後のキャラクター、ネズコになります。ね、こちらに視線を合わせてくれてるような、まん丸とした大きな瞳、山なりになった眉毛。ミニキャラちゃんのね、ネズコらしいこう表情をしてくれてる、優しい表情じゃないかなと思います。鬼滅の刃の字体は、相殺されてるような感じ。若干ちょっと見えづらいような感じではありますけれども、いや、すっごいいいね。もうめちゃめちゃ可愛い。救世主。本当にありがとう。もういつもネズコはね、なかなか来る機会がないからさ、めっちゃ嬉しい。はい、ということでスカイラークさんとのコラボグッズ12袋開封させていただきまして、8キャラ見事ストレートコンプさせていただきました。ありがとうございます。いや、これはどうなんだろう、プラス4いったからコンプリートできたのか、ラインナップ数分お迎えしていたらそもそもストレートコンプできたのか、ちょっとわからないんですけれども、かなりシビアなアニプレックスさんグッズからしたら、これはね、めちゃめちゃ引きが良かったんじゃないかなと個人的に思いますし、出てきてくれたキャラクターでみつりちゃんが3人こんな展開も今までない。もうね、僕も現地に行かせていただいてスカイラークさんとのコラボを楽しませていただきましたけれども、しばらくこの月日が経ってからまた自宅でねこのコラボを楽しむことができるなんて、やっぱりねここはね受注のいいところかなと個人的には思います。素晴らしい。もうね、ミニキャラちゃんたちの書き下ろしは、どのイベントにおいても本当に可愛らしいし、最高です。もうアクスタ、一点突破っていうことなんで、今回の動画はね、これにて終わらさせていただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル投下。なんで投下しちゃうんだよ。チャンネル投下しちゃったらもう終わっちゃうじゃん。違う。ごめんなさい。もうね、やっぱり気持ちがね、高ぶってるの。やっぱりね、全集中点のそれもおかげですね。そしてスカイラークさんコラボのおかげですね。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。やった。これはマジですごいよ。ありがとう。もう本当に鬼滅キャラにも感謝です。皆さんにも感謝でございます。ありがとうございます。